こんにちは。ダイエット&ボディメイク本命ボディメイクスタジオパーソナルトレーナーのマリです。この動画は、サクッとできるストレッチをお伝えするものになります。日中外や会社などでやっていただければと思います。ターゲットポイントはお尻、ヒップになります。お尻のトレーニングしてる方とかも鍛えるだけだと凝っちゃうのでやってほしいのと、あとね、腰痛の方っていうのは結構お尻が凝っていたりとか、お尻凝っている方は腰痛だったりとかするので、ぜひぜひそこを工夫していってくれればと思います。さあ、では行ってみましょう。まあ、早速行ってみましょう。そうですね、なんか壁とかバランス取れるようなところを持つようにしていただいて、左のヒップをまず伸ばしていきますね。左足、足首を右の太ももに乗せちゃいます。この状態でお尻を後ろに引きながら、ちょっとお尻の下の皮をめくり上げるような感じ。ふーっと、ちゃんと壁を持ちながらバランス取ってお尻を落としていくと、こっちの左側のお尻からちょっとももの部分までストレッチできるのを感じると思います。ストレッチのポイントは、痛気持ちいいところでじんわりと呼吸を大きくとって伸ばしていくことです。絶対ね、こうやって反動つけないようにやってみてください。逆側でお見せすると、右のお尻を今度はストレッチしていきます。右の足首を左の太もも前に乗せたら、ふーっとお尻を後ろに引いていきます。突き出す感じで少し上体を倒して背中をまっすぐねしていくと、今度は右のお尻から太もものあたりまで伸びていくのを感じると思います。よいしょ。すごく簡単なので、トイレ休憩とかお茶の休憩タイムとかやってみてください。バージョンやっていきますね。こんな足なんですけど、こうやって座っときます。左のお尻を伸ばしたいときは、左の足首を右の太ももの上に乗せちゃいます。この状態でお尻ちょっと突き出しながら、ふーっと斜め前、上体を少し倒していきます。そうすると、この左のお尻が太ももまで伸びていきます。パソコンに疲れたわとか、席立てないけど腰とかお尻凝ってきたなと思ったらやってみてくださいね。逆側でいくと、右の足首を左の太ももに乗せて、ふーっと上体倒して、足はね、こう開いた状態ですね。床と平行する部分が状態で前に倒していきます。そうすると今度は右のお尻が伸びていきます。さあ、どうだったでしょうか。何もない状態でもできるものと、デスクに座った状態でもできるもの、2通りお伝えしました。ぜひぜひ合間合間でやってみてください。で、お家で寝る前のストレッチとか、そういう時にやってほしいもん、お尻のストレッチについては概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ習慣化してみてください。ではでは、いよいよ体作りを。